こんにちは。はい、こんにちは。いつもの匠さんです。お願いします。はい、お願いします。で、東大、この問題を受けてきた田橋さん。はい、田橋です。できたやつですか？一応全部解きました。あ、これ？はい。あ、そうなの？はい、自分の中では。はい。で、これ、まあ結構難しそうですよね。はい、これやる前にちょっと解いてみたんですけど、ちょっとハードでした。はい。で、さあ、で、私はちょっと、寿司の準備があるんで、あ、そうなんです。本当は聞きたい気持ちはマウンテンマウンテンなんだけど、やばいやばい、もう準備が間に合わないんで、はい、なんで田橋さんよく聞いてください。あと、はい、うるさいかもしれないけど森哲先生と、いやいやいや、まあ、調子者がいますね。お調子者、ここ以外撮影場所ってありますね。で、あと俺の代わりじゃ次男今日急遽帰ってきた、実は見てますね、まあ、すごいレア、多分言ってくるんです。じゃあお願いします。はい、はい、ではやっていきたいと思います。田橋さん、はい、この問題どうでした？最初見たときに。いや、最初、はい、少し問題説明しなきゃいけないですね、はい、あサムネに今回問題もないらしいので、はい、ちょっと意訳したんですけども、はい、東大2020の文系の第2問で出た問題が、簡単に言うとですね、4本の直線が縦横に引かれてると、はい、でそうするともちろん交わるところが16個できるんですね、はい、4×4 で。なのでこの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 この16個の点がありますと。はいはい。で、この点の中から、5個選ぶんですよ。そうでした。そうですね、はい、ここから、5個選びます。5個選ぶとですね。はい。で、これ場合の数の問題なんですよ。で、括弧1番が、この5個の点を選んだ時にちょうどこの、うん、その点を通らない直線が通らない、ちょうど2つでしたね、これね。あ、そうですね。そうですね。一つはただ、はい。2つですね。はい。失礼しました。2つ。ってものが、カッコ1番。で、カッコ2番が、まあ、要するに、どの直線も少なくとも1つ通るような。だから言い換えたら、通らない直線がないっていうケースですよね。はい。はい。っていうのが、やらなきゃいけないと。結構、問題文が、ね、ちょっと分かりづらい。国語の問題みたいで、分かりづらかったと思うんですけども、はい、まあ、自分なりに訳した結果が、これです。はい、こっちの方がまあ、分かりやすいです。少し分かりやすいですよね。はい、入ってきます。で、まあ、この16個の中から5個選ぶんですが、この条件を満たすやつの、場合の数を求めると。はい。ではですね、まあ、一緒にゆっくりやっていきたいんですけども、はい。ハードでした。なぜならですね、はい、場合の数で、場合当てをする、はい、数と、あとは単純に、掛け算、足し算がすごかったので、なるほど。じゃあ僕、ちょっとそんな、難しいと思わず解いていってたんで、はい、絶対間違ってると思いますね。はい、まあ、場合の数の問題としては、おそらくめちゃくちゃ良問な気がします。なるほど。なんで、奇抜ではなかったので、もしかしたら、まあでも、試験会場でこれをやるのは、きついかなっていう印象はあります。ああ、なるほど。計算量が多いのって、どんどん不安になってくるじゃないですか。確かに。ここでやってて不安だったんで、僕。さっき。じゃあ、めちゃくちゃ不安。不安でしたね、確かに。不安ですよね。一応解いたけど、全然自信なかったです。はい。はい、まずですね、これを解き始める前に、せっかくなんで、ね、場合分けをどんな気持ちでやってるかっていうのを聞いてほしいんですよ。はい。はい、で、例えばですね、こういうものがじゃああったとしますか。じゃあなんか、気持ちですよ。こうなってて、じゃあこうなってるとしましょうと。これの、面積求めなさいって言われたら、やりたくないですよね。面、そうですね、ちょっと。なんかちょっと、うーってなりますよね。見たことない図形。例えば小学生だったら、習ってないからギブアップってことも ありますよね。ありますね、全然。ただですね、やっぱりこれ我々、じゃあどうやって面積求めていくかっていうと、はい、この複雑に見える図形の中から、分かる部分に切り出していくんですよね。はい。例えばこれで言うと、少しなんかちょっと出っ張ってて、はい。いやらしいから、ここで一本切ろうかなっていう。出っ張ってて。いやらしいですよね。うわ、カンタロウさんのチャンネルだからって。収益化されなくていいと思ってる。ガヤが。いいですけどね、されなくても。我々は関係ない。我々は関係ないよね。はい。で、まあ、例えばこういうとこ切り分けたりするでしょうと。はい、で、まあ、これでも嫌だったらどうするかっていうと、もう一本引いてみたりしますかね。こういうところにまあ引いてみて、そうするとなんか。あ、三角形。あ、三角形ならできるかなとかね。はい、あ、ここにも、例えばじゃこれ同じ三角形だとしましょう。あ、同じ三角形だなとか。っていう風に、複雑に見える問題を、これいわゆる分けたら簡単な問題に帰着するんですよね。はいはい。で、場合分けって最初数学を学び始めると嫌なんですよね。ああ。場合分けするのがこの問題ってあるんですけど、はい、数学、まあ得意な人であればあるほど、場合分けするときの感覚ってこれに近いと思ってます。これを覚えとけば、まあなんか自分がこれ勝手の、勝手なイメージの図なんですけど、はい、複雑な問題見たときに、場合分けを、得意、場合分けするのが上手い人って、こういうふうに考えてて、あ、複雑に見えるなと思ったら、自分ができる計算部分を増やそうとしていくのが場合分けなんですよ。はいはい、これ、
全部足したら全部の面積じゃないですか。場合分けも全部を調べたら全通りのことなんですよ。なるほど、はい、漏れちゃいけないってことですね。どっちも漏れちゃいけないですよね、はい、場合分けそこがむずいっすよね。そうなんですよね。だからこの切り分けっていうのは結構あの今までどんだけ演習してきた方とかにもよるんですけど、まあ、ここでやっていくと。ただ場合分けの問題って結構回答によって方法違うじゃないですか、はい、あそうですね。その違いってあんまりまあ本質的な違いはまあほとんどなくて、もちろん計算が早いとこそあるんですけど、例えばこのケースで言うと、ここに線引く人と引かない人がいるんですよね。この2つの図形として見て解いちゃう、はいはい、結構飛び道具みたいなこともあり得るわけですよ、はいはいはい、でもまあね、まあ、分けれたらやるでしょうっていうぐらいの感覚なので、とりあえず何かいい方法が見えたら、とりあえず計算しやすいんだったら場合分けしてしまいましょうってことですね。だから場合分けしてる時の気持ちってこんな感じです。これですね、はい、はい、これは今考えた図形なんですけど。あ、そうなんですか。めっちゃ毎回使ってるみたいな。毎回使ってるのかと思ったら。天才かなと思って。すごい。天才かな。天才です。場合分けするときの気持ちです。どんな気持ちですね。はい、あら、もう一回滑ったら大丈夫です。一応3回以上っていうことなんですね。この部屋はそういうことになってるんで。はい、だいぶ序盤で。はい。ちなみに、川さんは今のところ、今日撮ってる動画、はい、全撮影通して1回もチャレンジしてないんです。このミスゼロですね。ミスゼロ。だからね、ペーパードライバーみたいなね。あ、よく1ですということで、まあ、続きやっていきたいんですけども、じゃあカッコ1番、通らない直線ちょうど2つと言われています、はい、では何回か実験してみると分かるんですよ。例えば適当にじゃあ打ってみましょう、はい、ここじゃあここら辺にしますか。12345とかやれるじゃないですか、はい、この場合って通らない直線、ここで言ってる通らない直線って何があるかっていうと、うん、これは今回のケースだったら、ここしかないですかね、うん、はい、1個だけというふうに、まあ適当にこういうことあり得るわけですよ、はい、まあ点の数が16個でこういうふうに配置されてるんで、はい、で、今複雑じゃないですか。取らない直線2個っていろんなパターンあるじゃんってなりますよね、はい、だってこうかもしんないし、うん、例えばこうかもしんないしこうかもしんないですよね、はい、これを本当にまとめて計算するのやりたくないですよね。やりたくないっすね。僕もですね、これよりかっこいい方があったら申し訳ない、はいはい、もしかしたらさっきのあのこの図形を一発で求める方があったかもしれない。浮かばなかったので、場合分けします。はい、場合分けします。なので、どんな場合分けするかっていうと、はい、今言った、まあ考えられるのは、はい、この縦で2本、あ横で2本、で、ね、まあ垂直に交わる場合ですかね。だからまあそれで場合分けをしていくんですけども、じゃあ書きますか。じゃあ縦で、はい、2本あるケース、横で2本あるケース。うん、で、あとが、垂直な場合をこうやってちょっと垂って書いていいですか、はい、こういう場合について別々に計算をしていけばいいでしょうと。で、場合分けでうまい場合分けっていうのがあってですね、はい、さっきの図形もそうだったんですけど、こういうやつね、はい、ここで線入れるとこことここ同じだったんですよ。あ、なるほど、はい、っていうふうなうまい場合分けもあるんですよ、中には。例えばね、これをあの別にこうじゃなくてなんかこうやってこうやって切り分けられたりもするかもしれないけども、うまい場合分けとかすると同じものが出てきたりするわけですよ、はい、対称性とか、はい、今回も対称性で縦2本の場合と横2本の場合って別にこの我々が首を動かすか動かさないかだけの差なので、はい、ないですよ ね、 そうですね。だからこれ対称性よりこれ同じはずなんですよ。はい、同じだから、もしかしたらなんか予備校とかで今後出てくる綺麗な回答とかでは、うん、なんか平行と垂直な場合で場合分けしてるかもしれません、かっこよく。あ、言い方の問題ですよね、はい、でもそれ、まあ、でも我々は、まあ、混乱したくないので、はい、縦横で、さっきの一人で平行と垂直でやろうとして混乱してました。確かに準備が結構大変で時間かかった、はい、びっくりしちゃって思ったより大変だったので、鮮やかなと、はい、はい、分かりました。というふうにやっていきましょう、はい、じゃあちょっと加藤さんこちらへ来てください、はい、で、まあ、これを考えていくんですけども、はい、じゃあまず縦2本横2本、縦2本だけ考えればこれかける2で同じなので、それやってみますか。じゃあ1234、はい、1,2,3,4 で、縦2本って別にあのどこで計算してもいいっていうのは分かりますよね、別にね、何かが変わるわけじゃないので、はい、一番じゃあ見やすいとこで計算しますか。じゃあ縦2でじゃあ青にしましょう、どのようなやつは。じゃあさっき青だったんで、はい、こうでこうだとしましょう、まあ寄せた方が計算しやすいでしょうってことですね。で、あとは自分たちがじゃあどこに5個の点を、打たなきゃいけないかっていうと、ここの 1,2,3,4,5,6,7,8 ですよね。はい、はい、なので我々は打っていいのはここです。ここ、ここに5個配置するんですよね。わ、うん、かりやすい。うわ、わかりやすい。これプロから言われたら嬉しいですね。同業者の評価やっぱり、はい、嬉しいですね、それは。
でですね、あの注意があって、じゃあ適当にここから5個選ぼうと思ってやってしまいがちなのは 8C5 ですかね。やったっす僕多分。でも何がダメか分かりますか、はい、これってこういう場合をしてるときに、はい、あの大事なことがあるんですけど、青の線を2本引いたんですけど、点の打ち方によっては、はい、あ、これ青の線増えてしまうかもしれません。例えば、じゃあ1個やってみますか。あ、そうですね。じゃあ、はい、塗るのは嫌なので見てほしいんですけど、はい、1、2、3、4、5っていう上キツキツギュウギュウパターンやったとするじゃないですか。実はこれ青がもう1個増えちゃうんですよね。ここにこれあのさっきの例で言うと面積求めろって言われてて、ここまで数えてる謎のあのこれそうですよね。やっちゃいました。入っちゃってますよ。3本の場合入ってないのにと、はい、ちょうど2つじゃいけないので、これが難しいわけですね、今回の問題の、うん、はい。なのでじゃあどうするかっていうと、あの例えば横で見たときに打ってないとこがあっちゃいけないんですよ。はい、はい、じゃあ見てみますか。じゃあどんなパターンがありますかね。例えば横で見たときに何個点を打つかなんですけど、1111じゃ1個余りますよね。どっかが絶対2になりますよね、はい、だからこれ2111とかでどうでしょう、打つときに。そうですね、全部。はい、これってあの22とかっていいですかね、やって22。はい、例えばここの列、この行って言いますか、じゃあ行に、2、ここにも2個打つ、あ、はい、でやってしまうと絶対にとどっか1個が空いちゃう。そうなんですよね、はい、だからこれ横で見ると実はこれだけじゃないですかね、まあ、この2 の, あの場所にもよりますけども、はい、配置の仕方としては2111 で、ね、うん、で縦はいいのともかもしれないですけど、まあ、あの多い線の方で見た方が場合分けとか考えそうじゃないですかね、はい、あのこれで考えたら結構あるでしょうってなっちゃうんで、ここに通らないようにする方法っていうと、うん、あの今5個も打てるので、例えば41かもしれないしとか、なんかまあ、32かもしれないしとか、はい、分かりにくいので多い方で考える方がいいですよね、うん、でそれでちゃんと縦も大丈夫かっていうのを確認しながらやっていけばいいわけです。はい、はい、東大の問題丸めながら丸めながらまあもう終わったことですよね。引っ叩くまああの、ま、間違えた時にじゃあ、はいはい、そういうシステムで、はい、叩けないです。かなり丁寧にやってるんですけども、こういうことですよね。で実際に2個打って1個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 打って言ったら、あの縦でないとかないですよね、2がある時点で、はい、だからあのこれだけ考えればいいというわけです。ではこれやっていきたいと思います。じゃあまずあの縦の場合で計算して最後に2倍しましょう、他の場合があるので、はい、そうするとこれはまず2個を打つ場所を選ぶので、はい、1234から 4C1 ですかね、4本の線の中から2の場所を1個選ぶので、はい、でその次にじゃあ何するかっていうと、その次何するか分かります？分かりますか？4C1 はい、選びました。したらまあ今あの2個打つ場所は決まったわけなんですよね。そうですね、はい、どこに打とうかって、はい、東大の問題で指し棒だ、はい、ここ2個だとしたら、あ、1がこれ どこの、そうですね、ここで今見てるので、はい、どこに打とう、どこに打とう、どこに打とうってことで何パターンありますかね、場合の数は。それが6、はい、6っていうのは例えばじゃあどういうことですかね。1、2、3、4、5、6。あ、もう実はですね、あの、はい、ここに2個打たれてるので、はい、我々はここのここに1個、ここに1個、ここに1個打たなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ 2×2×2 です。そうですね、だから2の3乗なんですよ。だからまあここで固定されてたらもうこれで終わりなんですよね。はい、でも青の線ってどこでもいいじゃないですか。はい、青の線の選び方は何通りですかと言われたらどうですかね。まあ、4コンビネーションに、そうですね、はい、4個の中から2個選ぶのでということですよね。そうです、だから計算はこれを2倍すれば、はい、これあれ2倍した理由は縦横ですよ。これです、はい、同じです。はい、縦横で同じなので、まず最初何やったかっていうと、はい、じゃあ順番変えましょう。 4C に4本の縦の線の中から2本を選ぶ、通らない直線ちょうど2個選びます、うん、で次にやったのが2の場所を選びました、はい、選びます、はい、であとは1を割り振ります。2の3乗と、うん、もう別にこれ2個あったらどこでやってもいいので、はい、1でどこにしますどこにしますどこにします、2の3乗で最後縦横と、だからこれだけで一旦おしまいです。で次のじゃあ垂直やるんで、はい、あの私計算してますんで、はい、垂直の場合どうやってやるか考えてみてください。はい、はい、
垂直。喋ってて大丈夫、喋りながら考えてみてください。じゃあ垂直の場合、これやったんですけどね、ここかっこ数え漏れがあって、ここ書いていいんですかね。はい、はい、消します。そこはじゃあ垂直だったら内積ゼロとなりましたね。いますね。物知りな。すごい。まあ、おお、もう計算が出てるわけですね。そう、384になる。これ計算ミスしてないかね。死ぬほど怖い。ちょっとだけさっきやったメモを見ますね。384。さあやよで覚えてください。さあやよ。やだ。川さんのとこ繋いでんですよ、はい、僕を。すみません。カンタロさん編集しないから、どうせ。あ、でも全部編集ない。そうか。何かしら。さあやよでもいいですね。だってこの部分でしょう、ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、でもこれ全部こう賄ってる。え2本でしょ、これとこれだから。ご覧のようにですね、結構混乱をするんで。789。ちなみにじゃあ、はい、少しだけ進めてみたいんですけど、はい、まああの線どこにやろうが、そのどこの線をこのブルーにしようが計算は変わらないっていうのは何回かやってみて分かります、はい、だからまあちょっと自分はこれ計算しにくいかなと思うので、あの垂直な場合について考えたいんですけど、じゃあこうしましょう。じゃあ1、2、3、4でこれで1、2、3、4。じゃあ、あのせっかくもう垂直って決まってるんで、要するに縦から1本、はい、横から1本なので、じゃあこうしちゃいますか。じゃあこうしません、どうですか、賛成です か、 そうか、アルカリ性ですね、中性です。 BTB 用意。川橋さんのあのベーコン、はい、ベーコンターシュバーガーでしたっけ。あ、ベーコンターシュバーガーというから着想を得ました。着想よかったです。 BTB 用意っていうのも貢献できてよかったです。はい、はい、ありがとうございます。すいません、冒険より気づいてもらえなかったです。まあ、川橋さんの頭の中ではですね、場合分けでいっぱいです。はい、ということで、あの、今集中してます。どこにじゃあ5個の点打つかっていうと、次は1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ2本をね、こういうふうになって、はい、まあ被ってるところがあるから、ちょっとさっきより点数が、点の数が多いんですけども、はい、あのこういうところに次はじゃあ5個打ちましょうということになります。はい、なのでまたさっき同じように考えませんという話ですよね。はい、だからあのまた線が増えちゃいけないです。この青の線が増えちゃいけない。なるほど。じゃあ5個の点をどうやって振るかっていうと、実は1パターンじゃないですね、うん、221とか311ないですかね。22、ああ、あの0はダメなんで、はいはいはい、311とか、はい、211がありえますよね。なるほど、はい、ちょっとあのこれ上で計算したら、ちょっと下に書きますね。じゃあここの縦に311、はい、ここに例えば221っていう数字の使い方はこの2パターンだけですかね。はい、はい、ではですね、ちょっと順にやってみたいんですけども、はい、はい、じゃまず最初にどうしますかね。さっきあのちょっと分かりやすいためにあの青を先に、青を最後に計算したんですけど、はい、これ4C2 ですかね。それが先にちょっとあの線打っていいですか。はい、まず縦から1本なので 4C1 かけるで、横も1本好きなの選べるので 4C1、はい、でここからなんかまあ場合空きがあるので足し算の形にしますか。はい、これですかね。ちょっとあのカッコしておきますね。はい、じゃ311の方からやりましょう。311だったらまずどこを3にするかなので 3C1 って書いた方がいいですかね。はい、であとがさっきと同じような問題です。次1どうやって割り振りましょうっていう。3。3×3。そうですよね。はい、好きなとこ3通り、好きなとこ3通りなので、まあ、3の事情ってことですかね。さっきと同じ感じですれば。はい、311は簡単なんですよね。じゃあ次、あの、221やります。221。で、221って、はい、なんか2個打って2個打って1個打つって考えると結構分かりにくいので、はい、やっぱあの、1つだけ変わってるやつに注目しますか。1、2。あの今結局このブロックなので3本線のこのマス目で考えればよくて、あの221の1の点じゃ先に打っちゃいますか。じゃあ例えばこういうことしますか。はい、はい、やっちゃいました。そうするとですね、そうすると囲碁が始まった。囲碁が始まるんですか。え、僕の後ろに見えます、サイ。懐かしい。え、何、光の子ですか。そうます。僕漫画全然読まないんで本当申し訳ない。いやいや、はい、全然大丈夫です。ネクストステージ。ネクストステージ。
さて、ここにですね、今1個打ってみたんですけど、集中したい、しましょう全然考える気にならない。ちょっと拡大しますか、赤いにくい。今、はい、動画で見てる方もいるのでね、実はいるんですよ。動画で見てる方実はいるんです、はい、こうなっていて、はい、今じゃあここに1個落ちましたと、はい、2個2個落ちたいんですよ、ここに。そうすると何も考えずに純粋にやったら何通りありますかね。純粋に、はい、ここ好きにここに2個、ここに2個落ちたいんです。3個あるんです。はい、ここの、はい、打てる場所はこんだけあるんです。コンビネーションですか。まあそうですね、 3C2 ってことですかね。それ、はい、3C2×3C2 ですよね。はい、はい、それで、正しいんですけども、はい、何か抜けがないですかってことですか。じゃあ途中まで、私やっちゃいますね、はい、じゃあこの1の場所を選ぶので 3C1 でいいですか。今じゃあこうやって、はいはい、でじゃあ1のこの、うん、ここのとこに打てる好きなところで3通りやっちゃいますか。じゃあ今やったのが221の1のこの縦を選ぶ、うん、であとは、この3っていうのはじゃあそのどこに打ちますかっていう3です。はい、あとはここに2個2個を入れたらおしまいなんですよ。 3C2×3C2 だとするじゃないですか、うん、そしたら9通りなんですよね、うん、でも実はですね9通りはですね数えすぎなんですよね。さあ例外を見つけてください。重複化しないんですよね、全通りが9通りなんで。森の指のなんとです、森哲先生が正解を出していらっしゃるんですけども、例えばですね、じゃあ抜いてみますね。こう、こう、こう、はい、こうってのはどうですか。これは幻の青い線が出ちゃうんですよね。そうですよね、今増えちゃいけないっていうね、はい、増やしちゃいけないんですよ、はい、なのでこういう隙があるためですよね。ここはもうこいつがいるので大丈夫なんですけど、はい、このパターンとこのパターン、ここがない、ここがないってパターンが2パターンないですかね。ここが白のパターンと、ここが白のパターンで出ちゃいますよね。はいすねはい、ただ全体から引かなきゃいけないのは2なんですよ。落ち着いてみてください。なるほど。はい、いやー、気づきませんね、これ。3×3 で全部がいいかなと思うんですけど、それはダメなやつが入ってて、青い線が増えるやつが、それが、白みたいなやつです。あ、はい、縦に好きに打ってると実は横がですね抜けてしまう、はいはい、縦は絶対に抜けはないわけです。縦で青い線ができてしまう可能性はない、なぜならそういう風に場合分けをしてるんです、はいはい、でもそれでフォイフォイフォイやってると、また我々が見落としてる横っていうのがあるので、横に例がないようにしてる。なるほど。ただこれがこのように対応するやつですよね。はい、なのでこれです。はい、ということでですね、まあ、計算したらこれおしまいなんですけど、うん、はい、今私が計算してる間に、じゃあ、このカッコ2番を考えてみてください。本番はじゃあどういう気持ちでやったかとかをね、語ってもらえれば大丈夫です。本番、数学のテストの時に、あれですね、本当に10分ぐらいもうまた真っ白になりまして。ああ、言ってましたね。はい。うん、で、まあ、大問1を解いて、まあ、解けずに。え、カッコ2ですよね。はい、そうです通らない直線はない。すごい、なんか今、でも当日の試験の感じで緊張してきました。おあいいですね。だからこれリアルな感じで、カントロさんが何分かかってもいいということだ。本当ですか。はい、ちょっと生配信始まっちゃう。始まっちゃう。いやいや大丈夫です、それはさすがに。マジっすか、怖いな。通らない直線はない。酔っ払い部の開始時間ってあれないようなもんなんですよ。はい、だいたい前倒しで始まるんですよ。あ、確かに普通ないんですよ、生配信が前で始まることはないんですけど、カントロさんが押してるんです、知らないので気をつけてください。あ、そうです、はい、だからカメラの前に行っちゃいけない話をしてたら勝手に回ることがある。怖い怖い。森哲先生なんて本当にそれで危ない、やばいやばい、未来なくなるかもしれない。酔っ払い部で酔っ払い部で未来なくなる。恐ろしい。通らない直線なしだからどこかしら通ってるってことですよね。こういうのとかどうやって考えました。違うな、5個打つから、まずどこかしら、そうですね、まずどっかしらを。ということでですね、
完成しましたので、計算がですね。はい、ということで答えなんですけども、はい、これ足し算したらいいですよね。はい、Y 分けも大きく分けて2パターンあったので、はい、384足す1440で1824通りというのが、カッコ1番の答えです。なるほど。だから難しいのはどこかっていうと、おそらくここじゃないんですよね。きっとこういうことがあるっていうのを、ちゃんと、うん、こういう細かいところが多分、漏れちゃいますね。はい。1824通りが、答えと。で、今、カッコ2番の考え方をちょっと見てたんですけど、はい、田橋さんは直接的に、隣の直線を探しに行った。はい。感じですよね、はい。別にそれでもできるはずです。ちなみに最初は自分もそうしようとしました。途中でですね、計算できるんですけど、はい。解説向けじゃないことに気づきました。あ、なるほど。はい。ここにですね、はい、本物の囲碁よりも広いぐらいのやつが出ちゃうぐらい場合分けができました。わかんないです。もしかしたらかっこいい方あるかもしれないですけど、はい、さっきの準備の中では見つけられませんでした。ということでですね、はい、せっかくなんで、カッコ1番を誘導っぽく使ってみますか。お願いします。どうしますか、誘導としたら。要するに、通らない4字章みたいな。ちなみに感覚的には、ちょうど2つと、なしっていうのはどっちが多そうですか。自分こういうの好きなんですけど、感覚的にまずただい、でかすぎる計算ミスに気づけるんですよ、はい、それで。通らない。こういうミスって例えば3倍忘れていたりとか4倍忘れていたりとか、はい、結構でかいはずなんですよね。はい、だから代償関係一瞬で変わるんですよ。その時に感覚とずれたら、計算ミスがあるかもしれないという。感覚大事ですね、この2択。大事です、大事です。はい、こっちの方が、少ない。お、そうですよね。だって見ずに、ポン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 言って、一番面白い言葉で、ポン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 って、多分ポンについたら、ポンポンポン、ポンポンって5個打った時に、こうなる方のが少ないと思うんですよ。はい。だから場合の数って確率の問題とは違うんですけど、我々が無作為にやる分には確率の問題ですよね。はい。だからどっちの方が起こりにくいかで考えたらいいんですよ。うん。直線なしの方が、辛くなさそう。線なしの方がそうです、ね。すべてをね。はい。はい。なので、じゃあどうするかっていうと、まずじゃあ全体は、何通りですか？何も気にせずにこの16個の中から5個点を打ちます。16コンビネーション。そうですね。はい。16C5 通りですね、はいはい。これはまあ後で計算しましょう。嫌なので。で、今、はい、0本のケースを考えたいんですよ。これというのが、通らない直線がないと。はい。点を通らない直線がない。これが、まあ知れたい。でも直接探すのは結構難しかったことが分かりました。適当に取れた時にどうやって倍分けすればいいんだよってなったと思うんですよ。はい。さっきまでは1本とか2本があったんで、どれかをまず青線で考えるスペースを削れたんですよね。はい、例えばこれだったら、ここで考えればいいと。問題を縮小できたんですよ。例えば2本だったら嬉しかったですね。かなり小さくなったんで。そうですね。スペースが。ただ0本って絞れないんですよね。はい。そういう風に。なので、ちょっと嫌だなって自分は思いました。だからせっかくカッコ1番出たんで、使いましょう。誘導だと思って、はい。どうするかっていうと、全体の中から、1本の場合、2本の場合、3本の場合、4本の場合、点点点っていう風なのを計算して、これを全部引き算すればいいんじゃないですか？全体の中から。はい。ちなみに4本ってありえますかね？ 4 本はありえないっす。4本通らないっていう。まあ、例えば、こうやって打ったら、まあ、もう一瞬ダメなんですけど、例えば、こう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 とかやっても、もう5個は打てなくなりますよね。はい。まあ、いろいろパターンありますよ。こう、こう、こう、こうで、勘違いしちゃいけないのが、いや、4本ないです。だって、こうなったら、点なくなるからって、打てるとこなくなるから、じゃなくて別に縦横でもいいんで、ただ、こう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 とかやっても、うん。4本って、無理じゃないですか。その、点の数足りなくないですか。どうぞですね、1個絶対。5個は打てないですよ。4個とかになっちゃったりするんですよね。例えば、左端2個、下端2個でやると、うん、もう残ってスペースが4つと、はい、っていうのがもう無理なので、それ4本以降は考えなくていいということが分かりますね。はい、はい、なので我々考えるべきは、実はもう1は出たので、あ、1じゃない、2のパターン出ましたね。ちょうど2本っていうのは、はい、これはですね、さっき計算しました、1824でした。はい、はい、では1本の場合と3本の場合を計算して引き算すればいいでしょう、全体から、うん、ではですね、じゃあ1本の場合から考えますか。はい、はい、じゃあ1本の場合いきます。ちょっと書いてみますね。じゃあこっちに行きます。1234です。で、はい、別に好きなとかやってもいいはずですよね。1本じゃあ一番わかりやすいって自分がもうここにしますか。じゃあ、はい、そうすると今許される点というのはここにあります。こう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 と、
はい、ここに5個打つと、さっきよりまた難しく見えますよね、やっぱりちょっと大きいかな。そうですよね、はい、でもですね、考え方は同じです。青い線増やしちゃいけないんですよ、うん、こっちで考えるか、はい、こっちで考えるかどうしますか。こっちか、これ手は4本になってますけど、ここちょっと3本しかないちょっとですね、これで考えますか、はい、そしたら場合分けとかが考えやすそうですか、はい、要するに、じゃあもう一旦整理しますね、はい、我々が縦を場合分けで選ぶか、はい、こっちで横を場合分けで選ぶかっていうのは、青い線が絶対に引かれないようにする時に、はい、先に注意する方が選んでる方なんですよ。3本で選ぶと注意しなきゃいけないところ4つあるんですよ。さっきみたいな引き算の例がいっぱい出てきたじゃないですか、はい、なんかここはとりあえず絶対通るけど、なんか、あ、やべ、ここ抜けてたわとかって多くなりそうですよね。その心配するのは、こっちのことじゃないですかね、はい。まずこっちから考えて例外引いた方がいいですよね。なので、これで5個打たなきゃいけないです。今からじゃあここに何個ずつ配置するパターンがありますかって考えてください。今までと同じようにです。例えば、ま、3、1とかってありですかね、うん、?3、1。いや、3、1だとここで行っちゃうんで、なしで。はい。じゃあ何がありますか、あれです。いや、たくみさんの誘導の仕方が3、1とかありますかね、はい、もう2択というか、ね、2択を全部外し続ける可能性ありますけど、まあ、だからこうですね、今ね、考えてるのは、はい、ここで数字を打っていきたいんですけども、で、どんなパターンがありますか、数字が1、2、3、あ、ここですね、今ね、考えるのはここに数字を振っていくんです。例えば3、1、あ、これはダメだと、はい、だから、3、1、1、1とかは、それ6個打ってますもんね、はい、そう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 、ちょっともう、テンパってますね、緊張をね、そう、カメラが慣れずにカメラが慣れずにずっと慣れずに、ペンを落とし、ペンを落とし、Q さんまではサマーズさんにいじられ、いじられ灯台も落とし、すべて落とす、俺には何が残るんだおー、やっぱまた、そんな天道いらないっすよどうしますか、じゃあ、数字を割り振りは、はい、まあなんか動画、見えるようにカメラに動画でってやりますか。あれ、私カメラ慣れてるんですよ、めちゃくちゃ。そうですね。こういう講義を何回も何回もしてるんです。もう死ぬほどやってます、はい。はい。どうやって数字振りますか。カメラ映る機会ないからな。はい。だって一緒に悩んだ方がね、視聴者の方も絶対悩むんですよ。だってね、2年間とか勉強しても悩むことですから、視聴者の方はもちろんね、そういう人じゃないので、一緒に悩みましょう。ありがとうございます。ありがたいな。ちなみにさっき一人でやってても悩んでたんでね怖いなって、やっぱ一人で解くのと動画の前でなるほどミスった時のホワイトボード何回も消し直してましたからね、バレちゃった。あんまりこの部屋ではそういうことしないですけど、今回のこの問題がもうね、答えが数なので、はい、ちょっと嫌なんですよね、なんか言い訳できないというか、なるほどなるほど、バッて出ちゃうんですよね、はい、今までの話を思い出すと、数字の割り振りはどうなるかっていう、割り振り、はい、この4つの割り振りですよ、はい、で、1個ちょっと本当落ち着いて、1個通らないのがあるときここだけだから、今これここだけの加速だったらボルトより速かったね。ボルトより、ありがとうございます、はい、光の速度ですね、ボルト光の速度、それさっきの動画見てないと繋がんない、はい、あ、そっか別の動画、あ、そっかそう、集中したいよ、僕は電圧とかでボケてるね、みんなボケたがるのすごいですよね、そう時間があってこと、さすがにはい、撮ってますよ。今、ほら、ベートーベンの第9が最初に演奏されたのは何年っていうのですね、はい、1824年。本当に後ろ本当、調べてるから。森哲先生が自慢した。なんでベートーベンの話が出てきた出てないです、出てないです。これ、こんなんです。1824通り。ベートーベン、フルネームはルードヴィヒ・ヴァン・ベルゴート。ほら、また開かなくなる。これ、だって編集しないんでしょ、しない。大丈夫なの、ちょっと。じゃあ一旦これはじゃあ答えちゃいましょう。はい、私がじゃあ何があるかと言ったら2111だけですね。しかないですよ。それしかないですよ。Exactly。そうそうそう。Exactly ですね。あ、すみません。それこういうやり取り一回はしてない。ああ、どうぞ。さっき誘導してたじゃないですか。だから3大丈夫ですか？そう、3ダメ。いやもう今ちょっと何も入ってこない状態になってるんで。ライト。え？ライトとライトですか？ライト。ライト。Right. あ、出てる。R 出てましたね、今ね。出てましたね。チェックが2人いるんだ。ということで、どうですか、気持ち落ち着きました。落ち着きました。2111ですね。はい。はい。じゃあ、これでですね、やっていきたいんですが、こっちでじゃあやっていきますかね。まず最初に、じゃあ、特殊なのからって言いましたね、さっき。はい。こういうところやると混乱するんですよ。特殊なやつからいきます。2個ちょっと、点打っちゃいますね、じゃあ、適当に。じゃあ、こうやって打っちゃいます。ここ、決め打ちです。
はい、ここまでの場合の数ちょっと計算しちゃいましょう。縦棒をまず1個、横の棒を1個選ぶので 4C1、はい、ちなみに縦の場合は最後 かける2しましょう。とりあえずこれで考えましょう、はいはい、4C1 やってます。であとはこのところに3個中2個選ぶのでかける3コンビで C2 ね、はい、まあ3通りですけど 3C2 じゃあとりあえずじゃあこの111自由に振ったら何通りありますか。 3×3×3 そうですよね、はい、3の3の、3ですね、カッコやってる時点で嫌な予感はしますね、また出てくる、はい、ここやってる時っていうのは横の例外出てくるんですよ、はい、横の、はい、はい、どういう付けちゃダメですか、どんな打ち方ダメですか。まあできるよ、これは難しくないよ、できるよ、ここにちょっと待ってください、そこに打つのは OK なんですよね、実は。え、そこじゃないよ、 OK、 さっきと同じパターンだよ。あれアンズみたいな人が遊戯王やっぱり、ね、漫画読んでないんですよ。デジャブだよ。サイかなよ。そうなんです、今田中さん完全にパニック状態なので、はい、私がじゃあ答えましょう。要するに横の青い線が増えちゃいけないんですよ、はい、もうここの青い線になることないですよね、はい、ここなんですよ、気をつけるのは。だって今ここ点打ってるので、要するにここからなんか光が差してると思ってください。なんか適当にバーって、はいはい、ここだけ影になってます。光ですね、影になってます、はい、ここにこの影に全部隠れちゃダメじゃないですか、はい、1の点が、はい、ってことはこれ何通りありますか。影に隠れてしまうパターンは、隠れてしまう、はい、それぞれ 2×2×2 Exactly。 ありがとうございます。Exactly。 ああ、本物っぽい感じ。本物っぽい感じ。本物ですか。本物だ。はい。これね。はい。2の3乗でいいですかね。で、あとは、はい、横の場合しかやってないので、縦の場合があるから最後に掛けるにしましょうということになります。はい。これが1本です。わかりやすい。はい、じゃあ次かりやすい。3本いきましょう。はい。はい、3本やってていい、考えてていいんで、私計算します。はい、怖いな、もう計算が仕事なんで、はい、ちょっとお願いします。3本の場合、もう直線じゃなくて曲がっちゃってる、こうなっちゃいます、ね、曲がっちゃってる、変わって直線なっちゃいますね。ちょっとボロボロなんで僕、3本通らない直線がある、ここか、ん、あ、計算しました、3本通らない、だいぶ多い、3本通らない、え、もうこんな通らないってことはもうだいぶ限られる、え、そうでしょ、でもそれでやっちゃうと、あ、でもそっか、ダメですよね、3本、縦の場合もある、縦1本、横2本とかそういう風にやるしかないです。そっか、これはもうありがとうございます。そうですね、これだと無理そうね、だから1、2、そっか、横2本で1本ってことだから、ここか、ここか、ここか、ここになった。あ、そうか、場所、そうね、あ、そうそうそう、ここが可能性あるよっていう、ね、はい、とこですよね。よしよし、今のとこ大丈夫だ。で、1、だから、これさっきの感じでいくと、1、1とか、違うな、2、2、1か。2、1と4つになっちゃう。ね、ですね、はい。ね、ね、友達になった。友達感覚になっちゃいました。これあれですね、4が一旦抜けてますね。あの青線をここから1本選ぶで2の場所を選ぶっていうのが抜けてました。すみません、ここに 4C1 があります。あ、はい、そうか、ヤスさん編集で何とかしてください。いません、この動画で編集で、いや、なんかちょっと嫌な予感したんですよね、今さっき計算した答えとなんかめちゃくちゃずれて4倍ずれた。4しかないから、ずれを感じるのは大事ってことですね。そうですね、やっぱり。全部一緒なのかな、横が4コンビネーションにいいのか、3×3×3
さあ、生配信まで残り8分です。やばい、ちょうどいいか。数が多い。4、4、6で、余計なの書かないことでしょう。どこが1かでしょう。3、1、どこが1か。コンビネーション1がこれでしょ。そうですね、これですよね。で、ブー、4つの赤くらいの場所を選ぶ。H の配置で例外引くってかけるんですよ。計算はって認証値かける6かけるあとちょっとです。はい、ついな。さあ、残り7分で生配信大体準備はできてます。もう全然他人のチャンネルだからイエーイみたいな感じK6 だ。96だ。96×19 か。96×19 だから9。まあ計算が。同じ1824。これは偶然ですかね。今は分かりません。それとも狙いだったのか。信じるか信じないかはあなた次第。はい。5番の吉川さん次第です。5番の吉川さん。私はおばんの吉川さんが昨日一緒に食事行かしてもらいましたけど、おばんの吉川さんにおごってましたね。おごりました。 YouTube で今ガッポガッポの対戦でした。はい、ということで、どうですか、3本の計ちょっと難しかったですか。そうです、いろいろ協力してもらって、はい、まずこの線の選び方は、はい、まあ、3個並んじゃうと、はい、もう線選べなく、点を選べなくなっちゃうんで、はい、ちょっとです、横2つの場合、縦1個の場合、はい、もしくは縦2つの場合、横1個の場合。そうですね、でもそれは対象なんで同じですね。対象なんで同じとして、はい、じゃあ、まあ、とりあえず横2つの場合で、こういうことですね。はい、はい、横2つで、まあさっきもなんかあれなんですけど、やっぱ M 系なんですかね。なんかあの途中でやるよりも端っこで端っこでやった方がまあ分かりやすそうな気がするんですよね、自分は。あ、寄ってくれて、なるほど、はい、もう同じことなんですけど、ね、本当に、はいここですよね。一緒のことですね、はい。はい。あとちょっとですよ。これは簡単なんで。だってあの3本ってことはね、はい、スペースが狭い。すごい。ここで5個打てばいいだけなんですよ。はい、6個しかないのに。はい。はい、もうこれはすぐそこですね。ちなみにこれは何も気にせずやったら何通りありますか。はい、何も気にしないパターンは、はい、6。はい。はい、まあ、6C5 5ですね、はい、まあ、6C5 なんですね、はい、まあ、ちょっと消していいですかね。なので、まあ、あのまず青い線からじゃ選びましょう。横からまずこの横の線から2本選びます。 4C2、はい、で、はい、かける次縦選びます。 4C1、はい、であとがかけるここなんですけども、はい、まあ、6個の中から5個選んで、要するにまあどこも例外がないですよね。ダメな青い線が増えることってないですよね。ああ、そっか、まあ、埋まるんでね、ほぼ、ね、だから 6C5 ですかね。そうでした。はい、で最後にこれを2倍、この2倍は何の2倍ですか。あ、先ほどの、はい、縦が2個の場合ですよね、はい、まあ、同じなので、はい、かける2倍をしましょうと。なのでですね、これで計算がおしまいになるので、はい、待ってくださいね。6×4×6×2 ですか、24で12、24、12で8、24で8、8、288ですか、合ってますって言ってます。はい、288ですか。はい、はい、ということで、そういうことですね、あの 16C5 からですね、はい、これを引き算すれば、はい、OK、そっか、引かなきゃいけないのか、まだこれだ、さん、じゃあ 16C5 やっててください。じゃあすいません、 16C5 やっててください。 16C5、 はい、ここ、288年は何も起きてない。わあ でももう239年だったら卑弥呼が、ああ、よく、卑弥呼さん、確かに
1853年だったらペリーが小学生の知識ですね。4、3、1、あれ2を抜かすというボロボロですね。6、6、2、4、4、1、2、もうゆっくり5、3で16×3×7×13一応こう、そっか、でかい数を崩した方がやりやすいんじゃない、私はこれみたいな。2、4、8で2に16をつけた方が4368です。はい、おー、はい、ということで、一瞬これを全体から引き算すれば答えになります。はい、はい、じゃあですね、まあ先にコンビネーション計算できちゃったんでやってました。ということで4368っていう全体の中からこの1本、2本、3、1829じゃないです、1824ですね。4が1個あって、はい、でこれで引けばですね、これが432通りと。あ、どうになります。やっぱ感覚的に倍の数が少なかったわけですよね。はい、少ないですね。はい、さあ大変でしたね。以上です。本当ご迷惑をおかけして、すいません。いやいやいや、配信分前です。ということで我々じゃあ生配信でいきますので、はい、ということで今回の授業はこれでおしまいしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。